はいどうも、テケテケです。ありがとうございます。今回ですね、まあ、年始の正月休みも明けたということで、まあ、そろそろ運営さんが稼働し始める頃じゃないかというタイミングなんで、まあ、ちょっとね、これ動画上げようと思ってたやつが1個あって、はい、ちょっともし運営さん見てたら、こちらご対応いただきたいんですが、この前のクイズ大会ですね、の第1問目、神器の種類全部で何種類あるという問題ですね。で、正解が C の2種類というものになってるんですが、これ私も気づかなかったんですが、はい、装備の神器に関しては、まあ、無双神器と伝説神器があるっていうのは、まあ、常識になってて、まあ、無双神器が青色にピカピカ光るやつで、伝説神器が紫色に光るやつになるんですが、神器に関しては、3種類目としてこの伝説神器と無双神器を融合させた時にできる無双伝説神器、まあ、金色に光ってるやつですね、があるということで、まあ、これ3種類なんじゃないかと、はい、ということで今方々で物議を醸し出しています。ヘルプとか細かく見てない人からしたら、まあ、無双神器と伝説神器だけだろうと、その2種類だけで、まあ、合体させると無双神器と伝説神器の2つの機能がつくぐらいでしょという認識の人多いと思いますが、まあ、ヘルプの方で運営さんがもう無双伝説神器っていう名前で書いちゃってるんですよね、まあ、そういう新たな1個上のランクの神器に昇格しますっていう書き方しちゃってるんで、まあ、これは神器の種類2種類じゃなくて3種類だろっていう意見ですね、まあ、めちゃくちゃ通りますね、その意見は。はい、クリティカルかなと思います。はい、ということがあって、まあ、この前のクイズ大会の第1問目ですね、これそれを知ってる人、ヘルプスコまで読み込んでる人なかなかいないと思いますが、まあ普通に体感的にも青色と紫色とあと金色の3種類だから3って書いた人は結構いると思うんで、ヘルプ見てないにしても、まあ、そこでつまずいた人からしたら、でしかも後でヘルプ読んでみたらちゃんと無双伝説神器っていう1個上の昇格としての名前があるというところまで明記されてるのを見たら、まあ納得いかないですよね。まあクイズやってるその瞬間はね、気づかないにしても、後でモヤモヤが晴れた時のやりようのない気持ちはもう正月から抱えたくないですよね。なので運営さん、まあ、次回のクイズまでまだ日にちあるんで、ここですね、まあ、正月も明けて今稼働してると思うんで、何かリアクションお願いします。まあ、補填があるなら補填ありで、なしなら2種類で、うちはそれでやってますと、押し通すなら押し通すでも、まあ、どう対応されるか分かりませんが、何かしらのリアクションが欲しいですね。で、まあ、あとこういうこともあるんで、できればクイズ大会については、この1問目落ちたら、この後みんな答えられなくなっちゃって脱落扱いでスペクテーターモードって言って、まあ、感染するしかなくなっちゃうんで、そうじゃなくて失敗は失敗で、まあ、罰にしといて、以降の問題も解けるようにしてあげた方がいいのかなっていうふうに私的には思いますね。まあ、極端な話、1問目間違えちゃって残り9問は全部分かったって人もね、いたと思うんで、プレイヤーの中には。まあ、こういったイレギュラーな出題側の問題が起きた場合なんかにも、脱落方式にしなければ、まあ、ある程度の報酬がここで間違えたとしても他全部合ってればもらえますし、はい、その2点と、あともう1個ですね、やっぱり開催時間が、まあ、次1月7日の7時半ですね、まあ、ここにリアルタイムで参加できるかっていうのも結構難しい方、日曜日だから仕事じゃないってわけでもない人も結構いると思うんでね、まあ、そこら辺なんかも本当であればどの時間帯で働いている方にも平等にチャンスがあるようなクイズシステムにした方が良かった気がしますが、まあ、これ今から調整するのは無理だと思うんで、まあ、せめて1番に対するリアクションですねだけいただきたいですね。はい、運営さんお待ちしてます。はい、とつて、年始からちょっともやっとする話でしたが、まあ、運営さんがそろそろ目を覚ます頃なので、このタイミングで動画出させていただきました。はい、それでは。